あれ思ったけどさ、ポケモンってさ、何々モンってつかないね。あれなのかな、デジモンって商標登録とかしてんのかな。あの何々モンって後ろにつくのはさ、ポケモンではなくデジモンなんですけどみたいな、そこでなんか揉めたりとかしたのかな。メタモン、あ、いやでもメタモンだけじゃん。でもデジモンは全部さ、全部つくじゃん。アトラーカブテリモンとかさ、テントモンとかさ、そう全部モンつくじゃん。ドラえもんそれはあれじゃん、ドラえもんもデジモンだったってことだよ。